んばんは。やばい。くまさん、こんばんは。ツードル、こんばんは。シャークさんかな、これは。ありがとう。むなみん、元気出すもん。ありがとうございます。みずきさん、こんばんは。なかのちゃん、よるみん、ありがとう。大丈夫だよ。名人ヤホーありがとうございます。こんばんは。今日はね、みずきんが配信の予定だったんですけど、みずきんも声が出ないらしくて、なんか他のメンバーもちょっと体調崩しちゃってるみたいなので、前がちょっとだけなんですけど配信します。まだ喉がね、そう、喉がちょっとおかしくて、鼻もやばい、鼻で息ができない。口で呼吸するからね、余計に喉があれなんだと思うんですけど、なんかね、でも昨日は喉がすごい痛かったんだけど、今は喉がなんか痛みは引いて、なんか喉がなんかイガイガして、なんか喉かゆいみたいな感じ、喉が。なんか昨日は頭も痛くてずっとなんかめまいがしてたんだけど、今日はそう、今日はそんな、頭もそんな、さっきは痛かったけど今は平気だし、めまいもしてないので大丈夫です。すごい猫。うん、ほうきさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。手島リプありがとう、見たよ、面白かった。みんなね、リプたくさんくれて嬉しかったです。猫がめっちゃ怒っとるかな。お風呂はね、今ね入ってきたのちょうど、だからねもう寝れるんだけど、ブログを更新しないといけないから、昨日のライブのブログと今日のまなみの、あの水曜日のブログをちょっと1個にまとめて、短めだけど出しますね、ブログを。がみんなぜひ見てくださいね。そう、今日水金だったんだけど、多分明日か明後日くらいに水金も元気になってれば、それとも急にみんななんか、今まなみとみずきんとみゆが、多分みゆが今日になって熱が出ちゃったらしいです。みーたん連絡つかないんだけど、どうしてるかわかんない。今日はねゆっくり休めましたよ、リフレッシュじゃないけど休めました、ちゃんと。チョコありがとう。こんばんは。お父さん、こんばんは、ありがとうございます。中野ちゃん、ハートありがとう。お大事に。あ、お父さんありがとうございます。なんかすごい外で、ね、猫がちょっと待って、ドドド、田島、あ、そのゴリラのネタすごい好きだから、これからもちょっと見たいな、面白かった。この間なんだっけな、なんかなんだっけ、次のなんかアイドルかなんか行こうって言ってる時のワインみたいなやつ。お父さんのダーメはね、まあ、でもね、龍角さんのね、あのミルクとハーフみたいなやつがあるんだけど、それが好きで、龍角さん舐めてるよ。今は舐めてないけど、そう。ほきちゃん、ガタでもありがとうございます。なかなか明日はね、学校ないの。19に、
19、金曜日、今週の金曜日、明日木曜だけど、金曜日に、あの、なんだっけ、修業式があって、それでもうあとは夏休みです。うん。ちんたお、ありがとう、こんばんは。大丈夫だよ、ありがとうございます。いや、科目だよ、ありがとう。僕は僕じゃないかもしれない。どうしたの？喉がかゆいんですよ、なんか。イガイガして。ずっとうーってやってるんだけど、でも本当はこれやっちゃいけないんだよね。なんか悪いらしいです、喉に。まやさんも風邪ひいてた。え、みんな風邪ひいてます。なんかね、アイドル祭りらへんで、まなみアイドル祭りの日から喉が痛くて、アイドル祭りの本番の前から喉が痛くて、なんか本番中もなんか歌えない時あったんだけど、なんかこう何タンが絡んでみたいな感じで歌えない時とかあって、どうしたんだろうと思ってたんだけど、そっからみんな急にダウンしてるから、アイドル祭り誰か風邪だったのかもしれないって思ってる。アイドル祭りから体調が悪いです、まなみは。ドラえもん全力投球したドライブ待て、ありがとう。キゼさん、カマさんもありがとう。カレンじゃないの、なんかね、外に猫がいたみたい。すごい泣いてた猫が、どうしたんだろう。大丈夫、それ見たよ、なんかね、回ってきたタイムラインで、誰かがいいねしたのかな、わかんないけど。あ、でもそう、使い切っちゃった。なんかね、多分まなみは あのテストだったんですよ、期末テスト。で、期末テストをの間もリハーサルとかあったんだけど、アイドル祭りのテストの最終日から毎日リハーサルで、でアイドル祭りやって、でアイドル祭りが終わって、なんかちょっと疲れが来たかなって感じ。マナミーから元気もらうわ。僕も喉痛いね。お大事にしてください。なんか昨日言ってたね、確か。お大事にしてください。田島は多分声の出しすぎだと思います。病院行ったよ。あのね、いつだっけ、昨日病院行って、学校行って、ライブ行ったんですけど、もうヘロヘロだった。昨日に比べたら今めっちゃ元気です。お薬もらってきたよ。だから飲んだから良くなったのかも。今日結構、昨日よりも全然楽です。おつさん、今日はマネージャーの声が来てくれて嬉しい、ありがとうございます。みんなが優しくて嬉しいです、まなみは。ね、みんな早く元気になるといいんだけど、メンバー。元気出た？本当？オタクは慢性的に喉痛い説あるかもしれない。たった？大河ファイヤー。怖い、これ？たったったってなの？え、イメージが湧かないすぎる。湧かないすぎるはちょっと JK 語だな。湧かないや。これ無理した意味ないか。大丈夫大丈夫。病院がこれの三軒場はしご頑張ってる。めっちゃおもろいそれ。はしご、そうはしごだ。そう、病院、そうそう、病院ね。普通の病院はね、まあまあ好きじゃないけど。なんかまあね、ママが病院で働い、薬局で働いてるから、そこの病院だから、なんか何、薬局とかもみんなまなみのこと知ってるから、なんか行きやすい。眼科が無理です。眼科が一番まなみはダメ。あの空気出るやつが無理だから。うん。佐島、いつも佐島、ちょっと意味が分からない。
分からなくもないけど分からない。いや分かるけど。アナミミズク、そうだね、なんかあんま会えてなかったからね、アイドル祭りらへんで。けどね、昨日途中で物販ね抜けて帰っちゃって、ちょっと申し訳ない。あ、そう、みんなからもらったケーキね、早く食べなきゃと思って、あの食べましたよ。あの一人で全部食べてないけど、2個とも。昨日の夜帰ってから、まずあのマンゴーをマラミと、あと弟もちょうだいって言ったからちょっとあげたし、パパにもあげたし、ママにもあげた。で今日お昼頃に起きて、でなんか、あ、ケーキ食べようと思って、メロンかな、そうで食べました、ママと。美味しかったです、すごく。めっちゃいいケーキだ、めっちゃ美味しかった、また食べたい。あ、けどどこのケーキだ、自分でもね、なんかご褒美に買いたいなって思いました。あのケーキめっちゃ美味しかったから、自分でね、何かいいことがあった時はご褒美にあそこのケーキを買おうと思います。どこにあるのお店、どこの、渋谷ですかあれ、高いよ。そうだからご褒美だよ、ご褒美。表参道が高そう。そう、まなみがねマンゴー食べたの。そうそう、みずきさんこんばんは、ありがとうございます。そう、めっちゃ美味しかった、めっちゃご褒美だね。しかも2個もくれたから、みんな本当に嬉しい、美味しかった。ケーキ普段なかなか食べないので、しかもなんかさ、その何、このケーキさ、なんだろう、果物がめっちゃ大きくてさ、まなみショートケーキとかクリームとか食べれないからさ、そのなんだろう、タルトでさ、その果物自体の甘みみたいなのもあった気がする。それがすごい美味しかった、クリームとかいっぱいじゃなくてタルトっていうのがね、良かったのか。いや最近甘いもの好きですね。うん、なんかね、ナッツ&ベリーみたいなチョコがあるんだけど、それが美味しいの。みずきさん、エリア代表ありがとうございます。イエーイ、嬉しかった、みんなお祝いしてくれる、今だに本当にありがとうございます。なんちゃ好きからチョスね、名前ほぼないやん、誰やねんすぎ、誰やねんすぎ。けどなんか最近めっちゃみんなマナンチョスって言ってくる、チョス。けどこの間ね、自分でね、あのお水のペットボトルにチョスって書いた気がする、確か。あのステージドリンクのチョスって書いたよ。キョウさんおばんでありがとうございます、こんばんは。あとでファニコンにお見せして、あ、ありがとう、見るね。いやー、なんかみんながさ体調崩してるのさ、この天気のせいもある気がする。早く晴れてほしいね、早く晴れないかな、雨ばっかだから。気圧のせいもある、絶対体調悪くなるの。